なる生存する美容師を作る美容師専門税理士の中島です。今日のサロン開業アカデミーのテーマはこちらです。親の事業を引き継ぐ、いわゆる事業承継で使える融資制度についてお話をさせていただきます。今年に入って3人ほどですね、理容室美容室それぞれあったんですけど、お父さんお母さんが理美容室を経営していて、私は外で修行をしていて、そこで戻ってきて、その親がやってきたお店のその場所で大幅なリニューアルをかけて自分のお店としてスタートをしたいというご相談が増えてきました。で、そこでどんな制度を使ったのかということも含めてですね、使える制度についてご紹介をさせていただきます。それでは早速内容の方に入っていきます。今日の流れはですね、流れというか、親がサロンを経営していて修行してそろそろ戻ろうかなと、親の方からですね、そろそろ戻ってこいよっていう場合もあるでしょうし、子供の方から、そろそろ、経験も積んだし、親をちょっと変わってあげたいなということで戻ってくるなんてこともあると思います。で、その時には当然ですけど、ご両親はずっと長年、お店を経営しているわけなので、内装であったり機材、こういったものも結構古くなっているから、大幅な内装、もしくは機械の入れ替えなんてことが必要になって、そこで結構お金が必要になるんですよね。じゃあそこでどういうふうにお金を借りたらいいのかということが問題になってくるわけです。いわゆる事業承継っていうのは事業を承継するわけなんですよね。だから親がやってきたことを子供がそいつをこう引き継ぎますよということを、いわゆる事業承継なんですけど、事業承継って実は国は積極的に応援してるんですが、どんな事業承継を応援してるかというと、ただ引き継ぐだけではなくて、引き継いだ私が新たな経営の多角化とかね、新しい業態転換をしていこうとか、今までやっていない新しい取り組みをしていこう、こういうことを積極的に応援していこうというふうなスタンスですので、そういう取り組みを特にしていこうというふうにすると、より制度としては使いやすくなるよということをぜひ知っておいてください。実際にですね、あった事例としてはですね、2パターンに分けられるんですけれども、1つは親がやっていた事業に借金がない場合と、親がやっていた事業に借金が残っている場合で、融資制度が2つ分かれてきます。で、当然ですけど、親がやっていた借金が、どうして残ってんの？当然、親がスタートをした時のこう設備資金とか、ああいったものっていうのはもう当然ないわけなんですけど、借金が残っているって実は結構ありまして、なんでかっていうと、コロナ融資を借りているっていう方が実は多いんですね。コロナが起きた時に、コロナ融資を積極的に借りていこうと。ちょっと多めに借りようなんてことも結構ありました。なので、今の時点でまだコロナ融資という形で借金が残っているっていう方もありますので、借金が残っていない場合と借金がある場合は、使える融資制度がちょっと変わってきますので、そこをちょっと区別してお話をさせていただきたいと思います。まず最初に親の事業に借金がない場合についてお話をさせていただきますが、これには2つの選択肢があります。親の事業の借金がない場合はですね、実はほとんど、創業融資と変わらないと。美容室を独立するときに使う融資制度の創業融資と全く変わらないです。いわゆるこう通常の創業融資というものですね。一般的に美容室、理美容室の創業融資で使うのが、美容組合に加入すると、金利が低いよとか、新規開業資金というのがあるんですけど、女性、若者、シニア、こういったカテゴリーに該当すると使う金利が低くなるよとかいうのがあります。これは通常の創業融資です。で、もう一つ。創業なんですけど、やっぱり親の事業を引き継ぐっていうことには変わりはないので、後ほどお話をするんですけれども、事業承継活性化支援資金という制度の、このどっちか2つから選択することができます。で、どっちがいいのっていう話なんですが、単純な話で、より有利な方ですね。で、有利ってどういうものなのかっていうと、お金を借りるわけなので、返済期間がより長いとか、金利が低い。これで選択をしていけばいいと思います。なので、親の事業に借金がない場合っていうのは結構選択の幅が広いと。通常のいわゆる創業融資という選択をすることもできるし、事業承継の借り入れですね。事業承継活性化支援資金という方を借りることもできる。どっちか有利な方を選べばいいんだよということをぜひ知っておいてください。で、実際の事例ですね。実際の事例でどんなことをしたのかっていうとですね、この場合は、ご両親が長年ずっと美容室を経営していて、サロンを経営していて、お父さんの事業、お父さんが事業をしたんですけど、お父さんの事業に借金はなかったと。で、ここはですね、お父さんのお店の名前ではなくて、私が引き継ぐ、新しく名前を変えるというパターンでした。お
父さんの名前を引き継ぐけれども、名前というか事業を引き継ぐけど、看板を変えるということですね。で、看板を変えて新しいお店としてスタートしていこうと。で、これを機会にお父さんお母さんがスタイリストとして活躍されてたんですが、これを機会に、娘さんだったんですけどね、娘さんが帰ってくるということを機会に、私たちは引退しようということで、ご両親は引退する。で、その時に、店舗も結構古かったので、店舗も全面改装しようと。機材も全面入れ替えしようということで、スタートをしていったと。で、その時に使ったのは、いわゆる創業融資、通常の創業融資を使いました。日本政策金融公庫の生活衛生資金、いわゆる美容組合に加入するというパターンでした。で、融資額は1000万のお金を借りてスタートをしていったということになります。で、こういういわゆる借金がない場合の事業承継で使う、借金がない場合の融資制度ですね。この融資に関してスムーズに融資を受けるために、気をつけていったポイントっていうのは、通常の創業融資と基本変わらないので、自己資金はやっぱりしっかりと準備をしていきましょう。ここは変わらないですね。自分が親の代 お店を引き継ぐとはいえ、しっかりとお金を準備するということですね。そのコツコツとお金を貯めるということは大事なので、ここは確かですね、200万円ぐらい、ご自身で準備をしていきました。で、親のお店を引き継ぐとなると、結構古いものを一旦改装するということになるから、結構ですね、お金がかかりやすかったりするんですね。なので、過大な投資にならないようにということは結構注意が必要かなと。ね、ご両親は引退するわけなんですけども、やっぱりそのお店に長年来てくれているお客様がいたりするわけです。なので、ご両親は引退するとはいえ、じゃあ今度は娘さんに切ってもらいたいわということで、お客様もですね、何人かは引き継いでことができるということも分かっていると。で、もちろん私のお店として新しくスタートをするということは変わらないので、しっかりとホットペッパーを使って、ホットペッパービューティーを使ってしっかりと集客やっていきましょうねということでスタートを切っていきました。で、親の代のサロンとはやっぱり違う、私ならではの新しい強みっていうものもしっかりと明確にしていきましょうということを組み立てをしてスタートを切ったわけなんですが、特に自己資金のところで言うとですね、自分で200万貯めてたんですけれども、ご両親ですね、お父さんお母さんが娘のために、せっかく帰ってきてくれたんでこれを使っていいよということで、少し資金の援助ですね、お金を借りたわけなんですけど、ご両親からお金を借りたということで、自己資金とあと使える予算も少し膨らんだということがありました。いわゆる通常の融資とほとんど注意点は変わらないと思います。自己資金をしっかり貯める、自分のお店としてスタートがしっかり切れるような集客にも、あと自分の強みもしっかりと明確にしていこうということでスタートを切っています。で、今度はもう一つですね、親の事業に借金がある場合、これがなかなか難しいケースがあります。今回ですね、まずですね、どんな融資制度があるかというと、親の事業に借金がある場合に使える融資制度としては、事業承継活性化支援資金、これは日本政策金融公庫が実施している融資制度になります。で、ポイントとしては、親の事業を引き継ぎますよということと、親の事業を引き継いだんだけれども、自分の事業として新たな創業、いわゆる第二創業になっていく、親が第一創業で自分が今度は第二創業になっていくんですけどね、新しい事業、第二創業をしていこうということであったり、新しい取り組み、親の事業はこういうふうにやってたけど、僕はここでこういうサービスも展開していきたいんだということで、新しい取り組みをするということで該当する融資制度になります。で、ポイントは親の資産、事業を引き継ぐわけだから資産だけじゃなくて、資産に紐づいてくる負債、これも一緒に引き継ぐよということですね。なので、親の事業を、お父さんお母さんが事業やってるけどまだ借金が残っている、この状態じゃ引き継げないよ、困ったなっていう時に使える融資制度だと思ってください。事業承継活性化支援資金という制度ですね。で、実際の事例としてはですね、ご両親が長年サロンを経営していて、もちろん開業資金とかも、店舗何店舗か一時期やってたというところで、そこでも少し借金が残って見えたんですけども、ほとんどはコロナ融資ですね。直前に何年か前にコロナ融資を少し多めに借りていたというところがあったので、借金が残ってしまっていたよと。こういう状態だった。で、店舗名は今回の場合はそのままお父さんのお店をそのまま屋号、いわゆる屋号というんですが、屋号は同じものを引き継いでいくと。で、お父さんお母さんもまだちょっと定年というか引退には少し早いので、お父さんお母さんはそのままお店に残りますと。で、事業主がお父さんだったんですが、息子さんが入って、事業主が息子さんになって、お父さんお母さんはいわゆる専従者として、お
給料をもらうという形になります。なので、息子さんをトップにお父さんお母さんが引き続き、事業をやってくるというような形でした。で、店舗の内装は全面ではなくて、まあ、一部のリニューアル、機材も入れ替えであったり新しいサービス提供するための機材を導入をしてリニューアルオープンしているということですね。で、実は最初はですね、お父さんご自身でいろいろこう悩みながら銀行に相談してたようなんですけれども、実は銀行から融資を断られていたということで困ったなということでご相談もいただきました。じゃあなんでこう融資が難しいということになっていたのかというと、まあ、一つはですね、お父さんの事業として、まあ、年齢もまあそこそこちょっと上だったので、その年齢にしては借金が多いねということですね。まだ事業を継続する前提だったとはいえ借金が残っていたということ、まあコロナ融資とはいえ借金があったということで、もう一つはお父さんお母さんとしてはですね、もう別にホットペッパーで集客なんてしてなくて、もう本当に昔ながらのお客様だけをに来ていただいているということで、事業規模としてはもうだんだん縮小傾向ですね。まあ年とともになかなか体力的にしんどいねということで、まあこれぐらいでということで、こうだんだん売り上げも少なく、結果として、まあ納税額が少ない、いわゆる利益が少ない、つまり納税額が少ないという状態だったと。これ銀行からすると、あ、新しくここからお金貸しますよっていうふうにはなかなか言えない状態なんですよね。っていうところも、融資が受けにくいポイントだったということ。で、まあ、多分これに尽きると思うんですけども、相談相手が身近にいなかったと。まあ、税理士さんは、確定申告だけお願いしていた税理士さんで、まあ、こういったアドバイスが受けられなかったっていうふうに言っていたんですけども、やっぱりこういう融資の相談がですね、息子さんを引き継ぐ前提でどういうことが使えるのかとか、まあ、全体を踏まえて、相談できるっていう環境があるかないかっていうのは結構大きいんじゃないかなと思います。お父さんの場合は、まあ、借金が残ってたよということと、まあ、売上利益も少なくなっている傾向にあったということで、身近にちょっと相談できる人がいなかったということが、まあ、難しかった理由ではないかなと思います。で、結果として融資を受けられているんですけれども、じゃあなんで受けられたのかっていうと、まあ、ご相談いただいて、もう答え簡単ですよ。ああ、この制度ありますよっていうだけの話です。で、事業承継専用の融資制度をご紹介というか、まあ、使えるかどうかを検討していたと。で、ポイントはですね、やっぱりその銀行の協力が必要だということと、息子さんの覚悟が必要だと。ここが結構大きいかなと。なんでかっていうと、息子さんは親の借金を引き継ぐわけですよ。親の借金を引き継がなきゃいけないと。まあ、資産を引き継ぐとともに、借金を背負うと。まあ、資産引き継ぐって言っても、やっぱりもう、老築化している、ちょっと言葉悪いですけど、老築化している設備と機材を引き継いでもな、みたいなのは、まあ正直あるんですけれども、でも、で、それに関して借金が残ってるわけですよね。だから息子としては覚悟が必要です。別のとこでやれば借金引き継がないわけですけども、でもやっぱり息子さんとしては親がやってくれていた事業を、今度は自分が引き継いで親を守っていくんだということが、まあ結構覚悟がですね、あった方なので、私は絶対やっていきますということで、じゃあもう前に行きましょうと。で、条件は息子さんは親の借金を引き継ぐ覚悟があるかどうかということが結構大きいかな。そしてそれに対して銀行が承諾してくれるかどうかですね。息子さんがこれから事業をやっていきます。つきましてはこの借金、お父さんの借金ですけど、息子さんが引き継ぐことに銀行が了承してくれるかどうか。これの OK がもらえる必要があると。じゃあこれが OK だよというところで、両親の事業を引き継いで新しい事業を息子さんとしてはサロンをやっていくんだけど、新しい取り組みをやっていこうということをいろいろこう企画をしていきました。で、冒頭でも少し言ったんですけどね、国って事業承継を、積極的に応援しています。なので、こういういわゆる要件に合致すると、国はこういう、なんていうか、お金を貸すということももちろんそうなんですけど、他にも融資制度だけじゃなくて、補助金とかそういったところも、メリットが結構あったりしますので、ぜひ活用していただきたいなと思います。まあ、今最後にお話しした、じゃあその事業承継で使える制度、どんなものがあるかっていうのを最後に触れていきたいんですけれども、補助金がほとんどなんですけどね、補助金に関して言うと、事業承継引き継ぎ補助金というものがあります。これはですね、事業を承継して新たな取り組みをする投資に対して補助していきますよ。これはただ申請して、そのいわゆる OK ですよっていう承諾が得られないとなかなか簡単ではないんですけれども、一応こういう制度はあると。最大600万。身内の場合は、賃上げがあると800万まで上がるんですけど、まあ、身内の場合はなかなか賃上げっていうのはないので、最大600万。で、補充率は3分の2以内という制度になっています。で、その他にもですね、この事業承継の場合は、補助枠が上がるとかじゃなくて、加点っていうんですけどね、点数を引き上げるみたいなのがあります。例えば、小規模事業者持続化補助金なんかは、事業承継加点っていうのがあります。通常、小規模事業者持続化補助金は、まあ、最大50万なんですけど、インボイス枠等々にやると最大250万まであるよと
というものなんですが、いろんな企画を書くわけですよね。で、その時に合格点が何点以上でこう採択されるって話なんですけど、その時に通常の採点にその事業承継加点っていうのがあるので、まあ、これがより採択率が上がるというふうになっています。なのでですね、やっぱりこの事業承継に関していくと、融資制度っていうだけじゃなくて、この補助金とか加点とかですね、まずこういうものがあるんだってことを知らないとなかなか前に進めないと。まあ、このお父さんもですね、最初融資が受けられないということで、まあ、ちょっと息子さんも諦めて自分も他の場所でやろうと、まあ、そんなことをしたらお父さんずっと借金返し続けなきゃいけないという、まあ借りたくものだからしょうがないけどね、年齢とともになかなか返済が難しいということをで、息子さんとしてもそれは心苦しいということで、今回はですね、こういう融資制度を使って無事に息子さんがしっかりとお店を引き継いで、息子さんが事業主としてお父さんお母さんがまだ引き続き働きながら継続できる、すごくいい形で、スタートが切れたんではないかなと。で、これから補助金の申請もしてきますしね、いろんな事業承継ということを通じて国の積極的な支援を受けながら、新しいより力強いスタートが切れるんではないかなと思います。ぜひこういう制度があるんだということを知っていただいて、サロンをですね、独立、自分の独立をしていただきたいと思います。ということで、今日のテーマはですね、親のサロンを引き継ぐ、事業承継で使える融資制度についてお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。